沼ポンピリウスは王政ローマにおける第二代の王。この時代のローマは資料に乏しく、一般的には伝説上の存在だと考えられている人物である。戦争に次ぐ戦争でローマを拡大した初代王ロムルスとは異なり、42年に及ぶ、治世中に一度も戦争をせずに内政を充実させたとされている。 厚生皇帝、アントニヌスピウスは沼に被験された。プルタルコスによれば、沼は、サビニ人の有力者ポンポンの子で、4人兄弟の末っ子として、ロームルスがローマを建国したその日に生まれたという。沼は、哲学と瞑想を好み、ピタゴラス学説の試作にあまりに没頭したために、年は隠して白髪になったと言われている。沼は、 サビニ人の王であるティトゥス・タティウスの娘をめとって王の義理の息子となったが権力を望まず森の中にある小さな村で妻と失踪で幸福な生活を送っていたしかし妻タティアは結婚13年目に死去したと言われているアントニオ・パルマが沼王とアウグルのグアだが紀元前716年にローマで王ロームルスが亡くなると元老院では 後継者を定めるまで折衝性を敷くこととし、インテルレクスを置いて王の権力を継承していたが、その期間も一年を過ぎ、プレブスの不満が高まってきたため、元老院が後継者を選ぶこととなった。当時クレスにいた沼は、その人格を評価されて、ローマ第二代の王として指名される。沼は、要請を何度も断ったが、 ロームルスが建国した時行った例に従って、取り占いをするよう言われ、ユーピテル、マールス、クイリーヌスの三神が同意したという結果が出たので、大いに着くことを決断した。彼の妻は若くして亡くなっていたが、その後妊婦のエゲリアと恋に落ちて結婚し、政治の助言をもらうためにたびたび、パラティヌスの丘の南にあるエゲリアの泉で王瀬を重ねていたと、人々は噂した。 沼が即位する前までのローマは、近隣都市からは、盗賊の集団と大差ないと思われていたが、彼の知性により法と監修と祭祀を確立した、文化都市へと成長した。沼は、紀元前673年に天寿を、全うして死んだが、彼の一人の娘と4人の息子たちはいずれも、名門一族の創始者となり、 カプリニア氏族やアエミリウス氏族もここから発した。また、死後千年が経過した時代においても、ローマを訪れた人は、クイリナスの丘に残る沼の家を案内されたという。当時のローマ歴は1年が10ヶ月の不正確なものであったが、沼はこれに2ヶ月を追加して、より正確な暦とした。また、ローマ内部にあった、 部族同士のいさかいをなくすために、農民たちを、多ギと呼ばれるさらに小さな集団に分割した。そして商業や手工業に携わる人々は、職能別の組織に分割し、それらの共同体を部族よりも、重要視させることによって、部族対立を消滅させた。その他、戦争を抑えるために戦線布告の権限を、伝令像と呼ばれる。 再失職の身に許すようにした。伝令像は、戦争が起こりそうになると、対立相手に保証条件を伝え、その回答に満足いかなかった時のみ、宣戦線布告が行われた。沼の業績の中で最も有名なものは、ヤヌス神殿の根流である。これは、始まりと終わりの神、ヤーヌスに捧げられたもので、この神殿の扉は戦争の時は開かれ、 平和な時は閉じられるとされた。扉は、沼の治世中はずっと閉じたままであったが、彼の死後は開いたままとなり、ローマが訂正となるまでの間に閉じられたのは、ポエに戦争後の6年間だけであった。沼の孫にあたるアンクスマルキウスは四代ローマ王となった。ありがとうございます。